オホーツクの西オコッペ村にある特別養護老人ホームが入所者に怪我がないかなどを確認するため入所者の裸の写真を撮影し村が虐待と認定していたことがわかりました虐待があったと認定されたのは西オコッペ村の特別養護老人ホーム西オコッペ交楽園です村によりますと西オコッペ交楽園は

入所者の尊厳を傷つけたとして虐待と認定し所管する道に改善報告書を提出させたということですこの施設を運営する法人では村内の別の障害者支援施設でも入所者に対し虐待があったことが発覚しています